はい、こんにちは、ナジュラジです。どうも、ギョイスです。なんかバトスピ大好き声優生放送っていうのが、これが、5周年を記念して1個出ましたということで、結構高いんだよねこれね。そうだね、割とね、1万円近くまで行くネタだった気がします。でもこれは申し込み終わっちゃってますんで、申し込みあって今はもう届いてる状況なんだよね。確かに、うん、で届きました。届きました。とりあえず開封動画をやろうかなと思います。あ、開封動画久しぶりかな。開封動画的なやつ。じゃあなんかサイン入ってる。サイン入ってる。これ誰のサインだ。誰のサインだって俺知ってるんだけど。じゃあどうぞ。じゃあどうぞ。ね、どれがどれか俺分かってないけど、ね、菅さんのと、うん、誰だっけ、これ大輔さんだ。そう、坂口さんのと、あとこれ澤部さんでしょ。これ誰、これがあれでしょ、あの菅なんだっけ。ああ、菅さんかね。あ、これは特に関係ないの。そう、これはあの松下南声優のね、ロゴです。ロゴじゃないか。で、入ってるものこれです。デッキ、それぞれの声優さんがこう作ったデッキ。これ坂口さんデッキでしょ、うん、これ諏訪部さんデッキでしょ。これはそれ諏訪部じゃない。あれ、こっち諏訪部さん。あ、こっち諏訪部さん。こっちが違う。これ菅さんデッキね。菅さん、はい、なんか割とこういろんなレシピをコピーしてくるのが好きとかって。あれ、そうなの。そういうそんな話がどっかに乗っかってるよって。でこれがあれだね、新規カードだね。新規カードプラスアルファ、昔の声優が作ったカードの、うんうん、新規イラスト。あ、はい、エクセラシオになってる新規イラスト。あ、どっちでしょう、新規だね、うん、だね、まあ、はい。じゃあ1枚どうぞ見てみましょう。じゃあこれが新しいゴールデンハンマー、ブレイブだね。ブレイブ。でこれスピリットアルティメットもそうできるやつだね。かなり強い。これ強いの。そうそう、強い。へえ。デッキ破壊するんだったらいいよねっていう感じ。あ、なるほどね、うん。でこれが、緑、あれと似たような感じだよね。なんだっけ、ホニード。ああ、似てるかもしれない。確かにみたいな感じで使えるんじゃないかなね。ステゴサウルス、これは、粉砕か。粉砕と新規一つ。あ、違う、赤と青の2色でデッキ破壊はあるんだよね。そう、デッキ破壊しつつなんか赤のスピリットをブロックしなきゃダメだよって効果がついてるから。え、しかもダブシンなのこれ。もう地味にダブシン。ダブシンで33の6軽減。そう、8コストだから。なんだっけ、タウロスもくっつけられるんで。え、強くねこれ。面白いんでこいつ。これ強くね。やばくね。ただね、 BP がそこまで高くないから。おお、そこだけね。系統はいいんだから。でこれイケメン兄弟、うん、なんか赤の効果と緑の効果持ってるよって単純にするだけ。あ、疲労効果と、破壊効果。そう泥効果もついてる。そうそう。おお、選べる。デッキ破壊なのか、あ、デッキ破壊か、違う、あれと見てるから。コアブーストか、ドローと、あと今までの赤水に入る。正直効果自体はどこまで強いのか俺もいまいちパッと分かんないから、うん、まあ、とりあえず入れて回してみるしかないんじゃないかな。4軽減、そう、4軽減ついてるから1コスト出せるし、1コスト出せればその分強いかなと思う。なるほど。でこれは琴音だね。これそう、前からあるやつで、うん、新キラスになって書いてきたやつ、うん、で X らしいよ、ちゃんとザラザラしてる感じ。でアジルス、アジルス、これもそうだ。前も X だったけど、前 X だったけど、うん、キャンペーンカードだったのかな前は。あのボックスカウトが入ってるか入ってないかのやつだね。そう、2分の1の確率です。2分の1だったかな。アジルス可愛くなったな。でビステリアス、あー落ちた。ビステリアス、これは大会記念じゃん。ガンスリンガーの星、うん、勝ち星と、あと何かで配られたよね、エクストラでやったよね、エクストラか、うん、はい。でこれもベトヤデモンね、ガンスリンガーの勝ち星と、EX かなんかで配られたかな。ちょっとなるほどね。これも EX で配ったね。 EX っていうか、これも勝ち星と、EX で回られる。いろんな色になるやつだね、うん、はい。ということであとは、スリーブ、スリーブ、はい、スリーブ、声優さん50枚入ってね、確かね。50枚入って声優さんが書いてある、うん、声優さんがなんかスピリットの格好してるよみたいな。なるほどね。あとは蓋を開けてみると、はい、こんなにね、シリー、シリーなんだっけ、セリフ集か。セリフ集、そう、セリフ集だ。うーん、セリフ集とはトークが入ってますよ。声優さんのセリフがね入ってて、なんかバトル中に使えるよっていう、暇な人は使ってみてみたいな。でそれが今回の、チケットと、シリアルコードの入ってるチケットと、はいはい、シリアルコード、はい、はい、でプラスアルファ中に、その声優のやつ来たラジオの、うん、なんだっけ、奇跡じゃないけど、そういうのが書いてあるとか、いろいろ設定資料じゃない。軽くだけ見てみようか。そうだね、軽くだけね。これが、シリアルコードです。見せられないよって。軽くね、軽くパラ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 。あー、いいね。結構ね、俺も一通り読んだけど面白かった。お、あ、今や懐かしい、ギャラクシーは。今もうほとんど出てこない。そうね、まあ、こんなもんだね。こんなもん、はい。
じゃあ今回はさっきせっかくねデッキがね3つあるからね、これを対戦しようかな。お互い一個ずつ選んで対戦しようかなと。あ、なるほど。これどれ使いたい？じゃあ俺はね、デッキ破壊大好きだからね、もちろん坂口さんのね粉砕デッキとかね。いつもね覚醒デッキ使ってるからね、俺こっち使うかな、たまにはね。あ、なんだろう、なんか特にいじらずにそのまま行くからね。そう、ほんとまずは相手、はい、最初はグー、ジャケン、ほい。で、先行か、あ、考えるといいじゃん。これ先行でいいよな、先行もらいます。はい、はい、じゃあ先行どうぞ。先行なしドロー。はい、あ、なんかすげーの入ってるな、リフレッシュね。すげーのこういうショットから打ち越すと、はい、エクシスギザードレベル2で召喚して、はい、おー大変のかな。そうそう、フォアステップなし、ドローステップ、リフレッシュステップ、これなんだっけ。でもすでになんだっけとかできる人怖いよ、なんか。とりあえずこっからいけばいいんじゃないの。あー、なるほどね。あー、なんかすげえ赤みど臭いな。でもなんか表紙があれだったよな、札幌だったか。そしたらバーストを1枚伏せて、このターンっていいんじゃないかな。はい、じゃあ俺のターン。はい、リフレッシュ、これはとりあえずフォアブーストかな。うん、3コスト、お3コストランダルビット、はい、召喚時効果でボードからコア1個準備ザウンで、はい、成功を持つスケテニックを置きます。召喚時効果の効果なんかありますか。うん、大丈夫かな。大丈夫か、世界大変だかな。はいよ、無理に殴ってもしょうがない。ワーステップ、ローステップ、リフェッシュステップ、さてさて、そしたらメインステップ効果で緑のシンボルを追加して、じゃあコストでグリオーサ召喚時に、自分に置いて赤のスピリットに置きますよと。そしたらここで考えておきます。そしたら3コスト2ケイリコストで軽音出しますよ、召喚時、5000以下のナイトスピリットを1体破壊してワンドローするよ。どうしようかな。リザードかな。じゃあワンドロー、リザード、はい、ワンドローします。ラッシュかな。ラッシュ緑緑だね。ボイドからこう1個スピリットに置く、もう1個置く、うん、で合体時の効果はまだ、出ないよねと。そしたらちょっと攻めに転じてみようかな。緑が1個追加されてて緑シンボルがあるから、じゃあ2軽減コスト、大物に加わるか。なるほどね。アタック切破入ります。なるほど。アタック時効果、フォアブースト1、フォアブーストリザーブか。はい、フラッシュはいよ、はいよ、うん、そしたらダンデが今3000か。3000か、5000でアタックしてみようか。じゃあフラッシュで、はいよ、衝撃ブレイズ、はいよ、コストしまいます。はい、はい、コスト以下の相手のスピリットを与えて2体を破壊します。じゃあこれで、で破壊したコスト 1につき相手のデッキの上から1枚引きます。じゃあコスト合計8なんで8枚引きで、おおやべえ、1枚2枚3枚4枚5枚6枚7枚8枚、はいよ、はい、フラッシュありますか。フラッシュはどうしようかな。大丈夫ね。はい、じゃあ相手に行きます。これ単位でいいんじゃないかな。はい、じゃあ俺かな。フレッシュ、創世の歌姫、もうなんかすごいの出てきた。何色のデッキなんすか。青じゃないよね。青じゃない感じがしてきた。じゃあこれでターンエンド。はい、今5000ね、5000で3000ね。はい、ワーステップ、ドローステップ、リフレッシュステップ、よっしゃ。そしたらちょっと変態チックなことをやってみようかな。赤緑が今あるから、継承、なんかいた、なんか変なのいた。3軽減3コストで出して、じゃあ軽論転生でフラッシュでもあってこれ出したっけ。これはフラッシュだね。フラッシュね、フラッシュ、はい、じゃあそのまま、出すよ。レベル3で、召喚時、3000以下のスピリットいった話するよ。いいよ。で破壊しただけ、スコアを、これは3000以下のスピリット全てよ、だから自分のもだね。あ、オッケー。あ、これもね。そしたら、じゃあもう一個。相手とかじゃないか。オッケー。そしたら、久しぶりに見たな、クリムさん。そうだね。
アクセル入ろうかな。あ、今こんなに乗っけて意味がない。ちょっとこういう部分にあるから、まず、うん、いいか、アタックセル入ります。アタック、フラッシュありますか。よしよし、じゃあストームアタック。ストームアタック、はい、拾う、切る、何かどうしまして、話しないよ、アイルキャンス、ダブルシンブル、そのダブルシンブル、うん、くらえ、お、どうしまして、話しないよ、はい、ドリルもやったー、うわー、ドロカズ引かねー、結構重いな、そのデッキ、うん、なんか、すごい重たいこれ、やりたいこととしては、一応デッキ破壊デッキ破壊のはずだよね、いや、もう中身、ちゃんと殺しないからさ、デッキ破壊になってるのかなと思ってうん、いやもうでも やりたいことは多分デッキ破壊だと思うんだけど、ちょっとこっちはできすぎたかなドローカードが引かない、はい、ということで、じゃあこっちもやってみる、こっち使って今度、じゃあ俺そっち使って今度。ご視聴ありがとうございました。ナチュラルライチです。ご意見ご感想があればコメント欄にコメントをよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくね。